オリザカ46とテヤキザカ46の魅力と違いについて知りたい。文章のギザカ46とケヤキザカ46は、ジャパンミュージックエンターテイメントがプロデュースする坂道グループで、あり、日本の音楽業界で非常に人気のあるバイロールグループです。しかし、なぜこれらのグループ名には46という数字がついているのでしょうか。実は、これは彼らが所属するプロダクション、秋元康のプロデュース作品 AKB48 に由来しています。AKB48 は、2005年に秋元康がプロデュースしたオーバータイトルグループでメンバー数が多く、劇場公演や、シングルリリースの独自の活動スタイルを確立しました。総合、AKB48 の姉妹グループとして乗り盛り46が2011年に、欅盛り46が2015年に、それぞれデビューし、ました。リオグループの違いについて言えば、乃木坂46は清楚なイメージやクールなパフォーマンスが特徴であり、メンバーの若さや美しさも魅力の一つです。一方、欅坂46は力強いパフォーマンスやダンスが特徴であり、メンバーの個性とグループの結束力も魅力の一つです。さらに、乃木坂46や欅坂46の魅力は、総楽曲や歌唱力にもあります。彼らの楽曲は、キャッチな、メロディー歌詞、そして力強いボーカルで、多くの人々の心をわしづかみにしています。また、彼らのパフォーマンスは、ダンスの正確さや表現力に加えて、笑顔や親しみやすさも兼ね備えており、多くも、ファンを魅了しています。乃木坂46と欅坂46は、それぞれの魅力や個性を持ちながら、AKB48 の敬語を継承しつつ、独自の道を歩んで、ます。彼らの成功は、彼らの努力と、才能によるものであり、多くのファンからの支持も不可欠です。今後も彼らの活動に注目して、彼らの成長と成功を応援していきたいと思います。以上、乃木坂46と欅坂46の魅力と違いについてご紹介しました。彼らの活動についてもっと知りたい方は、彼らの公式ゲブサイトや SNS アカウントをチェックしてみてください。彼らの魅力に増えることで、新たな音楽の世界が広がることでしょう。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。